今回はのんでりカシーナ2時3時ライバー8選を紹介していくぞ。あまりにものんでりすぎると話題のライバーもいるのよね。辛辣発言から失礼発言まで、様々なバリエーションのシーンを用意したから、推しののんでりは要チェックだぜ。爆笑間違いなしね。ライバーののんでりシーンを厳選したので最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。起立、気をつけ。一つ目は長期休みの名物企画虹ムーンでの一幕だぜ。毎年夏休みや冬休み期間のお昼に生放送される番組なのよね。ああ、曜日ごとに MC とレギュラー出演者がいて、毎日ゲストが登場する豪華な企画なんだよな。長期休みのお楽しみになっているわ。2023年頭には、2時3時5周年感謝祭という特番も放送されたんだ。一期生から新人ライバーまでたくさんのゲストが登場したのよね。その5周年企画の際にのんでり発言が飛び交ったシーンがこちらだぜ。高い順ですからね。ババ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 ってワードが聞こえてきたわね。ああ、この後も失礼発言の連続だったので続きもご覧いただこう。あんまり MC の見解をここでベラベラ喋るわけにはいかないんですが、ババからお、でもよかった、みんな結構揃い始めてますよ。問題の趣旨はちゃんと分かってる。よし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 。一番年齢の高い方から並べていってくださいね。各チーム先ほどまでの雰囲気とは違ってみんな真剣に悩んでますね。そうですね。ちょっとね、時々コメントのみんなも言ってるけど、若干なんか失礼ワードが飛んでる気もするけど、そうですね、やめましょうね。またまたババア発言が飛び交っているわ。2時3時はのんでり集団だったんだぜ。もちろん愛のあるいじりというところが定定だわ。リスナーからは、出題内容の本人がいるところでババア連呼は草、何回見てもこのうるさいライバーをまとめてる司会の二人すごいなぁ、といったコメントが寄せられていたぞ。気になる続きは元配信へレッツゴーね。続いてはクールな雰囲気のふつましお兄さん、長尾圭さんだ。クールな見た目とは裏腹に、自由奔放で笑顔を絶やさないライバーさんよ。方向音痴で天然な一面もあるギャップも魅力なんだよな。そういえば長尾さんはのんでりなことでも有名よね。ああ、今回紹介するシーンは星川さらさんの配信企画星川恋愛研究所に、ゲストとして長尾さんが登場した際の出来事だぜ。長尾さんの恋愛相談はのんでりが発動しそうね。それではそのシーンを見ていこう。はい、2年付き合ってた元カノに浮気されて別れてから1年半経つのに未だに忘れられません。自分のことを好きって言ってくれてる子は何人かいましたが、元カノのことが忘れられず誰とも付き合えずに時間だけが過ぎていってしまいます。どうしたら元カノのことを忘れて次に進めますか、ということで。よくあるやつよ。俺ね、よくあるけど、俺全然気持ちわからんやつやこれ。いや、だからさ。のんでりの模範解答みたいなこと言うね、お前。なんかすごいね、作ってきた。なんかいやいや、作ってね、作ってね。台本のんでりならこれ言うよな、みたいな。浮気されたんだよ、だって。いや、浮気はされたけどさ。うん、いや、絶対さ、このあなたの人生で、プラスになることないでしょ、こんな。いや、そうだよ、分かってる、分かってるよ。分かってるよ、分かってるけど、好きな気持ちは止められないじゃないか。ああ、まあまあ、そうか。そしたら、もう何回も言って、もう気づくまで、ね。気づくとか言う。するしかないんちゃう。お前、本当になんか言葉選びが終わってる。言葉選びから飲んで。さすが長尾さん、飲んでり差が光っているわ。ああ、星川さんの反応とツッコミも面白さをさらに引き出しているんだよな。二人のわちゃわちゃが心に染みたわよ。ちなみにこの後二人は人生観で意気投合し、語り合っていたぜ。リスナーからは、バッサリふつましで草、長尾の考え方完全に自分で笑っちゃった、私のんでりだったんか、といったコメントが寄せられていたぞ。長尾さんののんでりにはもはや安心感があったわね。続いてはゲーマーズの三下大福椎名ゆいかさんだ。椎名さんは自他ともに認めるクズなのよね。ああ、口の悪さはもちろん爽快感さえある煽りっぷりが面白いんだよな。クズムーブだけじゃなく、真面目な一面を持ち合わせているところも素敵だわ。そんな彼女は眉住解散に対してのんでりな発言をしていたんだぜ。眉住さんは卒業してしまったけど、今でも大人気のライバーさんよ。それでは問題のシーンをご覧いただこう。ライバーの恋愛相談やば。男性ゲスト。マイオさん。おもろいな。やばいね。男を呼ぶのもな。眉優とかろくに恋愛してんのか。
引きこもってんじゃないよ。ネット恋愛、ネット恋愛か。一番モテてるかもしれんな。でもいやいや、いいから出なそうじゃん。いいから出なそうやんか。モテそうだけどね。ネカマやってそう。あんた男の。マユリはろくに恋愛してなさそう。ネカマやってそうはパワー強いわ。ああ、そして椎名さんの発言を知ったマユズミさんがお得意のキレ芸を披露していたので、そちらも見ていこう。椎名さんがさ、なんか、マユズミって、まともに恋愛とかしたことあんのかな？ネカマとかしてそうみたいなこと言ってたやつ、あれ本当に許せないんだけど。今の話で思い出した。あれマジで許せない。俺は。お前たちも怒れ。まず。マロとツシオ。シーナ。あら、マユユがお子だわ。リスナーをマシュマロに消しかけようとしているんだぜ。やっぱりマユズミさんのキレ芸は至高ね。リスナーからは、下手なこと言ったらここまで拾われてしまう、さんし楽しいな。正直ネカマやってほくそ縁でそうなイメージはある。といったコメントが寄せられていたぞ。見事なのんでりだったわね。続いてはアラビアンな元石油王イブラヒムさんだ。褐色で、金髪で、オタクにぶっ刺さるルックスをお持ちなのよ。特徴的なイケボも心地いいんだよな。ゲームの腕前も確かなのよね。そんな彼だが、実はのんでり発言が多いことでも知られているんだよな。仲が良い人に対してのんでりと祝いのあるいじりをしがちだわ。今回紹介するシーンでは魔界のリリムさんがターゲットとなっているんだぜ。リリムさん、可愛らしい10歳のサキュバスよ。リリムさんに容赦がないイブラヒムさんがこちらだ。あ、マジで魔界のリリム、うるせえ。あれデバフだぞ。チーム分かれた途端やばいよ。勝てるぞこの試合。何デシベル？マジで100デシベルが出てる。あいつ死んだ後も一生話してるからうるせえぞ。アピール激しいか。勝てるぞこの試合。チャットにも漏れ出てたからな。容赦がない辛辣発言だったわね。心を許しているからこそできる発言というのが良いんだよな。微笑ましくなっちゃうわよ。そして、のんでりが好きだと語るリリムさんが彼ののんでり発言を咀嚼するシーンも見ていこう。YouTube、のんでりで検索したら、サジストでイブラヒムに人気奥さん。いや、ヒムのことさ、今あんまりのんでりだと思ったことがないんだけど、なんか特徴的な、名言ないの。うるさいとかキモいとかかな。キモい。お前らにはわかんないか、ニートだもんな。あ、いい、その言葉。お前らにはわかんないか、ニートだもんな。イブラヒムさんののんでり発言、いや名言が掘り返されているわ。そしてそれに良さを感じるリリムさんも可愛らしかったな。リスナーからは、仲良くなるとのんでり解放するのほんと好き。リリムとイブラヒム推しの私にとってはこの絡みマジで最高だから、どんどん絡んでほしい。といったコメントが寄せられていたぞ。微笑ましいのんでり発言だったわね。続いては文武両道人望激アツプリンセスリゼヘルエスタさんだ。真面目で優しくおしとやかな、まさに皇女様よ。ああ、そしてオタクらしい勢いのある言動や安定感のあるトーク力を持つ、秀才ライバーなんだぜ。先ほど紹介したニジヌーンをはじめ、様々な番組で MC を務める高い実力を誇っているわ。そんなリゼさんだが、意外なことにのんでり発言をしているんだぜ。あのプリンセスが、シーナユイカさんが彼女の裏の顔を暴露しているから、早速見ていこう。リゼを、許す。リゼなんか言われたからな、甲子園の時も。シーナさんはサボテンからし、そう、いや、シーナさんはサボテンからしますよね、みたいな。おーっつって。なんだてめえ。シーナさんはサボテンからしますよねって断言してるのが面白すぎるわ。ああ、のんでりなリゼさんは貴重だからありがたいんだぜ。お二人の仲の良さも知れて大満足だわ。
リスナーからは、たまに出るのんでり公女大好き、リゼのナチュラル畜生マジで草、といったコメントが寄せられていたぞ。文武両道畜生プリンセスだったわね。続いてはやってんねーの語録でおなじみのクズハさんだ。圧倒的なゲームの腕前とトークセンスを誇る大人気吸血鬼よ。ニジフェス2023でソロイベントの開催が決定、さらにはテレビ CM にも出演を果たすなど、その勢いは増していくばかりなんだよな。配信に止まらない活躍ぶりは圧巻だわ。そんな彼ののんでりの被害者はまたまた椎名結香さんだぜ。椎名さんは標的にされがちという傾向が、ずしりコラボで椎名さんに容赦がない彼の姿がこちらだぜ。あ、これ決めるわ、これ決めるわ、これ決めるわ。1回点入れて、チームワーク、チームワーク。決める決める。ナイス！何もやってないんだけど。見よう見よう見よう。いいね。オンゴールじゃないこれ。いいよ。いや違うでしょ。私入れたかな。入れたんじゃない。だって椎名結香って書いてあるよ。私ちょっと待ってよ。私だこれ、私だ。ちげえよ、相手のオンゴールじゃねえか。いいよ、お前一般通貨カモデカじゃん、お前なんだよ、何顔色。もうやめる、もうやめる。じゃ待って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 、チームワーク、チームワーク。いや、タックルすんな、タックルすんな、味方にタックルすんな。なんでお前繊細なんだよ、ここに来て。え、待って、亀裂ができたんだけど、これどうする。ほら、謝って、謝って、ひとまず。じゃあ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 、とりあえず、とりあえず決めよ、とりあえず。え、クズはさ、ボール見るんじゃなくて、シーシーのことちゃんと見ないと。目、目見て謝って、ほんとに。目見て謝ってじゃない、やばいやばい、危ない。一般通貨顔デカはパワーワードすぎて笑ったわ。ニコニコだった椎名さんがその瞬間に、スン、と真顔になるところも面白かったな。そしてクズハさんが女子たちに攻められまくる流れも完璧だったわね。リスナーからは、一般通貨顔デカは辛辣で草、椎名が拗ねてるところ可愛い、といったコメントが寄せられていたぞ。ずしりのわちゃわちゃトリオは最高だったわね。続いては水族館が大好きな不登校ニートゲーマー佐々木作さんだ。不憫で不運でお調子者な鳥獣パンだよ。椎名結香さんと作ゆえというコンビを組んでいるんだよな。二人の作ゆえ体操というオリジナル曲は TikTok でも大人気なのよね。今回紹介するのは佐々木さんの不登校ニートラジオからマシュマロ返しを行っているシーンだぜ。じゃあ、リスナーに対してのんでりなのね。見事なのんでり発言からの華麗なオチを決める椎名さんをご覧いただこう。今好きな女性、かっこ一つ上の先輩がいて、 LINE を続けています。結構ラフに話してくださったり、質問に答えてくださるのですが、先輩から私に対する質問などはありません。先輩と付き合いしたいのですが、難しいでしょうか。ぜひ意見聞きたいです。お前に興味ないじゃん、それ脈なしちゃうの。ジュリジュララブルブルライドライブルゆるゆるゆるり、なんとかなのだ。勢いのある脈なしちゃうのからの作ゆえ体操はお見事だわ。なんとかなるのだという歌詞で全てを解決してしまう天才なんだぜ。マシュマロをバッサリ切り裂く姿は爽快感があったわね。リスナーからは、なんとかなるのだで終わらせて希望を持たせるライバーの鏡、佐々木って背中を押してほしいんじゃなくて未練を断ち切ってほしい時にぴったりやな、といったコメントが寄せられていたぞ。無敵のマシュマロ配信だったわね。続いてはお金持ちのハーフお坊ちゃん宇津木光さんだ。インターネットへの造形が深い光さんのディープなオタクトークは高く支持されているわ。2時3時のエモ担当として芋についての考察に勤しんでいるんだよな。中学生とは思えない達観した思想を披露しているわ。だが彼は中学生らしいのんでりな一面も持っているんだぜ。今回の被害者はどなたかしら。先ほどご紹介したリゼヘルエスタさんだぞ。まさかプリンセスにのんでりを発揮するとは。のんでり発言をした結果、しっかりとバチが当たる光さんがこちらだ。待って、ちょ、端から端までどうなってるか見たいや。いや、それ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 、端から、あ、ここが先、どうなってるか見たい。見たい見たい見たい。ホームの先端ってさ、無限に続いてそうだから端っこ確かめたくなんない。あーなんかさ、体重負けしてる気がする。誰がお前みたいな。重くない、なんか重くないわ。こっちが先に掴んでるのにさ。重くない、私の方が先に掴んでる。あー、いや全然あれだよ、何、うん、大丈夫大丈夫、意外と女の子の方がね。うん、こいつ絶対に殺してやる。無意味で配慮を言わさない。でね、俺あれだから。は？で事件だよこんなん。駅員さん呼んで。男の子。やだやだやだ。くそ。え、これやっぱ痴漢を振りほどくすべ必要だから、電車とかのこう。確かに。ね、小指から剥がすんですよ、女性の皆さんは。小指から離すんだ。そう。
口とか封じられた時は小指から歯やれば耐えられないから。よし、いいの入ったけど待って、この掴みで、あーねえ、ちょっと待って、ね、投げ方どうすんの。投げ方、投げ方、掴んだ後の、掴んだ後の投げ方、うん、余裕あるし、じゃあ投げ方教えてあげようかな。頼む、お願いします。何し、え、俺、あ、全然着地狩りだけどこれ。女性の体重について突っ込んでいくのは無謀すぎるわ。さすがのリゼさんでもついつい切ってしまっていたな。そして最後はバチが当たって引かれ去っていったコウさん。あまりにも綺麗な流れに感動してしまったぜ。リスナーからはやっぱリゼ様でも体重トークは起こるんやな。リゼ様の悲鳴に隠れてるけどコウの悲鳴が情けなくて好きといったコメントが寄せられていたぞ。二人の相性がこんなに良かったなんて知らなかったわ。さて、紹介は以上だがどうだったかな。ライバーののんでり発言の数々には爆笑しっぱなしだったわ。ああ、辛辣発言から失礼発言まで、多種多様だったな。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にもライバーののんでりシーンがあればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。